こんにちは、紹介者です。はい、仮面ライダーエグゼイドの食玩の新しいのが出ましたので、今回はこちらをご紹介したいと思います。以前ご紹介した、楽々モデラーシリーズの続編ですね。はい、成型色が、ね、綺麗な色、いっぱい色使われていて、かなりよくできている、アイテムだったんですが、前回に引き続き今回はラインナップ3種類で、スナイプとレーザーの、武器が、全3種ですね、ラインナップされています。1番がガシャコンマグナムですね。はい、ガシャットもついてます。バンバンシューティングがついてるのかな。はい、そして、はい、こんな感じね、1番で、2番と3番がガシャコンスパローの A と B になってます。はい、で、これの、2番3番をくっつけることで、大きなね、はい、アローモードになりますよということで、まあ2箱分ですので、大きさもね、アローモードで全長約20センチ。はい、大きそうですね。どんぐらいだ、20センチ、どれぐらいだ結構大きそうですよね。これにも、ガシャットがそれぞれついていて、A の方には爆走バイクかな、はい、がついています。で、B の方、3番の方にはギリギリチャンバラの小さいやつがついてますということです。どれもガシャットは1個ずつ付属していますね。はい、ということで今回はこちらをご紹介したいと思います。今回も組み立て目安時間としまして約5分と書かれています。よいしょ、おー、こんな感じ。白と黒、そしてヒール、ラムネ。ガシャットはもうランナーから、外れてるというか、ランナーについてなくて、はい、綺麗な色になってますね。はい、はい、パーツ数もそんなに多くないですね。はい、でシールが、はい、こんな感じ。まずは白と黒の、パーツをくっつけて、このパーツとこのパーツにステッカーを貼り、シールを貼りましょう。で、貼ったらこれとこれをくっつけて、これをこれにくっつければいいのかな。ほっ、こうか、よいしょ、ほっ、こんな感じかな。これか、これをよいしょ、はい、くっつけて、あれ、これでほぼ完成かな。あとこれだ、この白い小さなパーツを、あ、スコープか、スコープですね。はい、これをここにつけて、さらにスコープをここに刺す。ほい、完成。これじゃ簡単、もうパーツがなくなっちゃいました。あとはね、残ったシールを貼って出来上がりということで貼っちゃいましょう。あー、ここの銃口のところは肉抜き部分にこのシールを貼って埋めるわけですね。よいしょ、そうとね、ガシャットの方も、はい、基板のところのシールとバンバンシューティングのシールを貼って、タイトルのシールを貼れば、はい、完成。多分5分もかかってない。めっちゃめちゃ簡単でした。では、完成したガシャコンマグナムを見ていきましょう。はい、全長が約 11.5 センチと、かなり長めですね。前回のガシャコンブレイカーと比べると、やや、小さめかな。これがでかすぎるんですね。はい、かなりボリュームありますからね、これ。はい、デラックスおもちゃのようにかなりね、細いスリムな感じの、かっこいい武器に仕上がってますね。裏側だとやっぱり肉抜きがどうしても、気になってしまいますかね。はい、こんな感じになっています。はい、両面とも、ボディにはね、シールが用意されてます。ちゃんとスコープもありますね。トリガーはありませんけど、大きな丸い穴が開いてますので、まあ大人の指でもしっかり、入りますね。そして、後ろには、スロット、
がありますので、この付属のガシャット、バンバンシューティングガシャットをこのようにカチンとロックしてセットすることができます。これでね、決め技を決めることができますね。はい、引っ張れば取れる。付属のガシャットがこんな感じですね。このガシャットはもう第1弾のね、こちらの第1弾のガシャットと同じ、形ですね。はい、色違いでシールが違うので、前回の例えばスロットにねセットして決め技という遊び方やホルダーにセットしたり、あとははい、このように、スロット1、スロット2に挿して変身遊びもできます。もちろん第1弾のガシャットもセット可能です。で、このライフルモードから、ここを折りたたむと、はい、ハンドガンモードに変形することができます。ここに凹凸がありますので、これとこれをくっつけるとピタッと、くっつくようになります。はい、これでハンドガンモード、コンパクトでかっこいいですね。再びライフルモードにするときは、ここを引っ張って開く。そうすると、はい、デラックスみたいに、スコープがちゃんとぴょこっと出てくれるんですね。これは嬉しい、かっこいいですね。はい、では続いて2番のガシャコンスパロー A です。これも組み立て目安時間が約5分となっています。これは、ガシャットのスロットがついていない方ですね。はい、ガシャットは、爆走バイクが一つ、ついています。 A ボタンがついている側ですね。はい、では開けます。せーの、ほい。おお、あ、なんかエグゼイドのガシャコンブレーカーの軟質パーツみたいなのが、ついてますね。はい、よいしょ。おお、これも、あ、これは結構なボリュームあります。てかでかそうですね。はい、パーツはこんな感じ。シールは少なめですね。はい、簡単そう。っていうかほとんどガシャットのシールで、本当にシールが少ない感じがします。はい、では作っていきましょう。まずはこの軟質パーツを切って、このパーツかな、これにくっつければいいのかな。よいしょ、よいしょと、これに刃をくっつけて、これをここにくっつけて、で1番と2番って書いてあるうちの2番をここにくっつけて締めちゃっていいのかな。締めちゃいますよ。まだですね、グリップ。危ない危ない。はい、これをここに差し込んで、はい、これでかぶせる。ほっよっほっと、おりゃ、オッケー。で、最後に、もう最後か、1番って書いてあるやつを、こうだから、こっちか、ここのここですね、ここにパチンとくっつけます。はい、これがなんか合体した時のロックみたいな感じなのかな。あ、これもそうですね。なるほど。お、完成しちゃいましたね。ほんの数分。はい、ガシャットはね、もうそのまま、完成していますので、はい、あとはね、シールを貼って、終わりと。本体の A ボタンと、ここがちょっと曲面で貼りにくいかもしれませんね。ほい。あとはガシャットですね。ガシャットのシールを貼って、側面のシールを貼れば、はい、完成。はい、本当に5分以内で作れちゃいましたね。超簡単でした。ということで、2番のガシャコンスパロー A、 カマモードの、片方ですね。はい、ということで、いや、やっぱりでかいですね。ガシャコンマグナム、ガシャコンブレイカーと比べるとこれぐらい。成形色も軟質パーツのピンクと、本体の黄色とグリップの黒と、3色使われてますので、カラフルで、見栄えもとてもいいですね。
大きさもそれなりにあってかっこいいです。大人の指でも2本ぐらいですかね。でガシャッとは綺麗な黄色、はい、爆走バイク裏側が肉抜きになってます。もちろんこれもスロットホルダーやゲーマードライバーにも対応しています。では、引き続き今度は3番ですね。こちらのガシャコンスパロー B を組み立てていきましょう。中に入ってるのはほとんど一緒なはずですよね。まあスロット分が多いぐらいなのかな。はい。今度ギリギリチャンバラなんで、ガシャットが真っ黒になってます。はい。でこんな感じですね。ステッカーはやっぱり少ないですね。スロットのパースが結構大きいので、それだけで、全体の、ボリュームが多いように、感じますね。ではこちらも作っていきましょう。おー、でスロットをよいしょ、これとこれを2つ合わせてくっつけます。よいしょよいしょよいしょ、こうやって下からスライドして、おー、すごいボリュームだ、かっこいい。これで組み立ては完了ですね。あとはシール、まずは B ボタンを貼ってここに黒いシール、そしてここにグレーのシールと、はい、これで本体は完成。あとはガシャッとギリギリチャンバラ、おい、完成ということで、ガシャコンスパローの B 完成しました。付属しているガシャットがこちらです。ギリギリチャンバラ、はい、レーザーのレベル3にレベルアップするためのガシャットですね。はい。そして、はい、もう一つのカマモードのカマということで、やっぱり先ほどとデザインはまあ、ほぼ似ていて、ボタンが A から B になっているのと、あとはこのジョイントのねパーツが2つともなくなっている。その代わりに大きな、はい、このガシャットをセットするスロットがあります。はい、ここがねかなりのボリュームで、ここにもちゃんとガシャットをセットすることができるんですね。うん。なのでこの分、やっぱり3番の方が、まあ、ギミックとしてはまあ、楽しみが一つ多いかなと思います。では合体してアローモードにしてみましょう。ここの突起とここの穴、スライドしてこのように差し込みます。これだけだとゆるゆるですので、ここにある、パーツを、はい、このように変形させて、ここのね、凹凸を、はい、合わせる。もう一つ。上の方にも、はい、裏側ですね、ここにパーツがありますので、これをくっつける。はい、これでこことここ2箇所ロックされましたので、はい、もうしっかりと合体しましたね。ということで、おー、でか、はい、アローモードのガシャコンスパローの完成です。おー、さすがにこれはでかい、かっこいいですね。色も鮮やか、全長約20センチ、さすが2つ分ですね。はい。ガシャコンブレイカーとかと比べてみると、はい、やっぱり2箱分使ってるだけあってでかいですね。かっこいい。やっぱスロットも厚みがあるので、横から見ても結構ボリュームが、はい、ありますよね。アローモードのグリップもこれぐらいの長さありますので、はい、大人の指で2本分ぐらいかな。はい、こんな感じで持って遊ぶことができます。はい、ここのピンクの部分は全て軟質パーツになってますので、安全設計ですね。はい、まあでも振り回して遊ばないように注意してください。もちろんガシャットは裏側のこのスロットにアローモードでもセットすることができます。はい、こちらもできますね。はい、おー、これはぜひ A と B 両方買ってもらって、この大きさ、ボリュームをね、味わってほしいですね。はい。かっこいい。
ということで今回は仮面ライダーエグゼイドの食玩楽々モデラーセカンド全3種をご紹介いたしました。以上紹介者でした。